コンテスト対策講師吉原亜美です。いつも見ていただいてありがとうございます。今日はどの話聞いたらいいん？どの意見取り入れたらいいの？っていうところをお伝えしていこうと思っています。コンテストってビューティーキャンプというものがあるじゃないですか。でそこにはそのコンテストの認定講師たちがいてます。そして外部には認定講師ではないんだけれどもコンテストについて特化したレッスンをしてくれる講師たちが存在しています。またはコンテストのこと何も知らんけどウォーキングを教えてます、スピーチやってますっていう先生もいてます。で、ファイナリストってまずはビューティーキャンプは行ってほしいんです。私は絶対参加やと思っています。で、まあビューティーキャンプがね5回やるんやったら5回行きって思ってる、1回しか行けないんですっていう人もいるかもしれないけど、仕事入ってるんですとかさいると思うねんけど、でって私は思うんよ正直ね。仕事優先にするのかコンテスト優先にするのかっていうところでもうその人の意気込みみたいなのが違うのが分かるんですよね。なんで私は参加できるものは全て参加してって個人的には思ってます。実際私も店休んででも仕事休んで東京まで通ってました。月10回ぐらい行ったよ東京。めっちゃお金かかったもん。本業やってないからもうなんか私生活大丈夫とか思うぐらい貧乏な1ヶ月を過ごしましたけどね。でまあそれはちょっとさておきで、でまあそのビューティーキャンプの講師でじゃあ外部の講師もいてるわけで、外部の講師に教わる方もいらっしゃいます。まあ実際私は各大会の認定講師はしてない大会もあります。あるんだけどインスタとかで申し込んでくださって何々という大会に出るからスピーチレッスンやってほしいとかウォーキングレッスンやってほしいとか対策レッスンやってほしいとかっていうご依頼を受けることも多々あります。でそうすると要は先生2人とかいることになる、私とビューティーキャンプの先生がいるんですよね。でまた人によっては自分がしょっちゅう通っているウォーキングスクールの先生もいたりして3人いたりするんですよ。どの人のことを言うことを聞いたらいいんやと迷子になる方も結構いてます。私が思うにですが、誰の言うこと聞いてもいいんちゃうって思ってて、要は講師は多分ですよ、多分その生徒さんがステージに自信を持って立てて、その生徒さんの本心から話すスピーチができ、楽しくウォーキングができて、ウォーキングで人を見せるということを経験したりとかっていうのができたらいいなって思ってる先生がほとんどやと思います。そうなってくるとファイナリストはこの先生のここ、この先生のここって言っていいとこ取りしたらいいと思ってる。自分がいいと思ってるものを取り入れていって、最終あなたのオリジナルのスピーチとかオリジナルのウォーキングができたらそれでいいんちゃうって私は思うんですよね。だからたまにビューティーキャンプでこういうことを言われてどうしましょうみたいな生徒さんいらっしゃるんですけど、好きにしてと。あなたがそれがいいと思うんだったらそれを選んだらいいし、いやその先生が言わはったことより吉原さんが言ったやつのことの方が私しっくりくるんですって言うんやったらそれを取り入れはったらいいし、で多分取り入れたところでビューティーキャンプの先生もいやそれはおかしいわっていうのは言わはらへんと思うよね。もしそれを言ったりとか、いや私の言うこと聞いてくださいみたいな先生いてはったら、私は講師としては失格なんちゃうかなと思ってます。まあ、そういう先生がもし
あなたのビューティーキャンプの先生やったらごめんね、私はちょっと微妙やと思ってます。まあ、いろんな各先生いいとこあるし、その先生も、まあ、スピーチャーとよくあるのがアナウンサー、元アナウンサーとか現アナウンサーとか、司会を仕事にしていますっていう人もいたり、なんやろ、話し方の先生とか講演家だったりとか、いろんな仕事をされてるから、いろんないいとこあるんですよね。やっぱりアナウンサーさんとかって原稿作るのうまいなと思ったりとか、ライターさんなんかも原稿作るのうまいですよね。なんかこう人の心に響く原稿を作られてるようなイメージがありますね。やっぱり滑舌法とか表現方法っていうのはアナウンサースクールとかで叩き込まれてはるから、やっぱ上手やなと思う。ただ、まあ、先生によっては自分はやるのうまいけど、人に教えたりその人から引き出していくっていうことは苦手という先生も正直混ざってはいると思いますが、まあどっちにしても各先生いいところがあり、得意な箇所を持ってるんです、人だから。ってなったら、あなたがこれがいいな、これがいいなって選択して、あなたのオリジナルのものを仕上げていけばいいと私は思っています。あとはね、なんかスピーチとかウォーキング以外でもそうなんですけど、衣装、着物とかドレスとか水着とか、カジュアルウォーキングの時のワンピースとかさ、いろいろあると思うんだけど、パーソナルカラーの先生ですら、先生変わったらあなたのベストカラーこの色ですっていうのが意見分かれてきたりするんですよね。で、私ね、パーソナルカラー受けるの好きで結構頻繁に受けてた時期があってね、ある先生はロイヤルブルーがベストだって言いました。で、もう一人の先生はちょっと赤みがかった紫が似合いますよって言ってくれて、で、もう一人の先生は、いや吉原さんは黒ですって言って、で、もう一人の先生は何人受けてんねんっていう話やねんけど、もう一人の先生はこういう赤が似合うよって言わはったんです。で、4人が4人ともめっちゃ活躍した春パーソナルカラーの先生だったんだけど、出してきた色が全部違いすぎて、私どうしたらいいのってなったことがあったんですよね。なったんだけど、結果私が好きな、その4色の中から好きな色着たらええやっていう話になって、まあ、今年に入ってからは結構これが気に入ってね、こう袖とかこれがめっちゃ気に入ってて、よくこのシャツワンピースは着てるんだけど、赤を結構取り入れるようになってきました。そんな感じや。だからスピーチにしてもウォーキングにしても、全てが一人の先生の言うことを聞かなあかんというわけじゃないし、だからその先生、違う先生から言われたことをこっちの先生にも言うてみたらいいんちゃうかな。この先生にこういうこと言われてて、言われたんですじゃなくて、言われてあなたがどう思ってんのかっていうところをちゃんと付け加える。ウォーキングの時にこう手こうここまで上げた方がいいって言われたんですとか、まあ、こんなんないけどさ、上げた方がいいって言われたんです、私はこれは好きじゃないんだけど、その先生の大きなポージングをなんかやってみたいと思っている、でこういうポージングはどうですか言うて二人目の先生に言うてみるとかさ、なんかこう丸投げなんよね、結局ファイナリストが丸投げするんです。あの先生にこう言われたんです、どうしましょうっていう人いるんだけど、そうじゃなくって、自分はこう思うんだ、でこうしていきたいんだっていうことをちゃんと先生に伝えるっていうのは大事だと思ってます。まあ結論としては、いろんな先生がいたはるから、いろんな先生のいいとこ取りしていって、あなたのカラーにしていけばいいんじゃないかなというところでした。練習頑張ってください。